秋といえば、はい、大自然の紅葉が綺麗ですよね、はい、この季節あの山に向かって目を上げると紅葉を楽しむことができます、はい、あの紅葉で有名なのは赤くなるモミジとか、はい、宮古さん何が印象的にあります？ね、ここの近くに黄色くなるイチョウの葉が、ね、はい、ありますね。そうですね、はい、ちょうど家の近く の、 その街路樹にイチョウが植わっていて、そうなんですよね、この季節ねどんどん黄色くなってきますよね。そうなんですよね。で、あのモミジとかイチョウの葉っぱって、はい、まあ、ご存知だと思うんですが、はい、春から夏の時期は緑色なんですよ。そうですよね、うん、ところが不思議と秋になると色が変わりますよね、はい、これどうして最初は緑色の葉っぱなのに季節が秋になると色が赤くなったり黄色くなったりするのか、美代子さんは知ってます？なんかね、娘からなんとなく聞いたんですよね、うんうん、あの光合成をするときには、はい、緑色は必要がないので、うん、緑色にだけ反射して、うん、緑に見えてるって言ってました。で、うん、秋になると、うん、何かの物質が葉っぱを落とすために出てくると今度は黄色とか赤の、うん、色が必要じゃなくなるので反射が赤と黄色に変わるんだよっていう話をなんとなく聞いたような気がするんですけどね、うん、聞かない方が良かったかな。あ、違かった。いやいやいや、聞いてその通りなんですけど。あ、その通りなんですか。そう、あの植物の葉っぱっていうのは、はい、昼間はあの二酸化炭素と水、はい、そして光を使ってエネルギーと酸素をこう作り出すわけなんですよ、はいはい、でエネルギーを作って植物はこう成長していきます、はい、これは光合成ですよね、はいはい、で光合成をしているとき葉っぱには光を効率よく吸収するために、はい、葉緑素っていう色素が思いっきり働いているそうなんです。へー、なんか聞いたことある名前です ね、 なんかね、それね、そうそう、学校で習いましたね。はい、はい、この葉緑素は緑色の光だけを反射する性質があるんですよ、はい、それで葉っぱが緑色に見えるそうなんですね。あ、そういうことなんですね。不思議ですよね、うん、葉っぱが緑色に見えるのは、はい、葉緑素が活発に働いているからなんですよ、はい、ところが秋になりますとほら気温が寒くなるじゃないですか、はい、低くなるじゃないですか、はい、もう今の時期ですとね、はい、長袖じゃないと私たち人間も寒いじゃないですか。寒くなってきましたね、はいはい、樹木は寒くなると光合成の働きが遅くなるそうなんです、はい、しかもあの日照時間も短くなりますので、あ、そうですね、うん、はい、光合成が行える時間も減って、はい、エネルギーが少ししか作れなくなるそうなんです。あ、なるほど、うん、エネルギーが少ししか作れないので、はい、樹木はエネルギーを節約するそうなんですよ。あ、なるほど、それで葉っぱ落としちゃうんですね。でそこまでいかないです。まだいかない。省エネモードになるんですよ、はい、でさらに光合成の時間が減ると、はい、エネルギーが作れないので、はい、今度は葉っぱの働きを徐々にやめていくそうなんですよ。でどんどんエコになっていくそうなんですね。葉っぱの働きというのはその活動を控えて、はい、エネルギーの消費を抑えるために、はい、葉っぱの根元に今度はそのさっき言ってたそのね、あの落ち葉にならないようなバリアのような層ができるそうなんです。そうすると葉緑素も減ってしまい、はい、葉緑素が減ると、はい、緑色の反射が弱まってしまうので、はい、緑が薄くなるそうなんですね。へー、はい、すごいですね。うん、すごいね、もう不思議なんですよ。不思議ですね、はい、まあ、そうすると今度はね光の緑以外の色、はい、例えば赤とか黄色が目立つようになるそうなんですよ、はい、緑が目立たなくなるんでね、はい、これも不思議だなと思うんですよ、はい、あのこの紅葉のメカニズムは、はい、植物の中で何かこう複雑なことが起きてるんですね。そうですよね。で、うん、それ詳しく分かってないそうなんですよ。あ、ね、でも、はい、この植物を作られた神様はすごいなと思うんですけど、すごいですね、本当に、ね、バイブルの中に神が植物を作られたって書いてあるんですよ。そうですよね。人間に植物は生み出せません、はい、神様にしかこんな不思議なそして複雑なメカニズムを持つ植物を作り出すことはできないんですよね、はい、そう思うと人類に与えられたこの素晴らしい自然をもっと大切に生かしていきたいなと思うわけです、はい、
この秋ね、紅葉についてちょっと詳しくなったので、この紅葉を眺めながら、まあバーベキューをね楽しみたいなと思っています。はい。